はい、おはようございます。ってことで、今日も練習始めていきます。とりあえずスタートをしましょう。今日は60分テンポですね。はい、行きましょう。今日は3月11日、記録替えの2日前です。今日はそんな大した練習はできないんですけど、まあ2日前どんな練習してるかっていうのを撮ろうかなと思います。まあ、バイクは60分テンポなんですけど、まあそれぐらいなら別に疲労はたまらないんで、まあバイクちょびっとベースみたいなことやって、今日はスイムはイージーで、ランはまあ調子次第で決めようかなと思います。あと30分ないぐらいですね。今日はいつもよりも心拍が10ぐらい高くて、なんかパワーと心拍が全然リンクしないんで、でも明後日記録会もあるし、今日はまあ体的には余裕あるんだけど、ちょっと脈が高いんで、ちょっと行きたい気持ちは抑えながらって感じです。おしまいです。じゃあ終わってこのままランに行きましょう。I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. My whole life and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her. I don't know where to start. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream. I've been trying to tell her this lately. She's more fire than rock in the 80s. I think about her when I sleep, like back when we were 17. うん、今日もいい感じです。今週ちょっとやりすぎてるかもしれないんで、ちょっといい感じすぎて、ちょっと今日も300か400をまあ3本4本とかやろうと思ってたんですけど、今日はちょっとそれをやめて、まあドリルして軽く流しぐらいでちょっと終わろうかなと思います。ちょっとやりすぎるのが一番怖いんで。はい、なんでまあ今からちょっとドリルしてここで流ししてもう終わりって感じです今日は。はい、そうしましょう。You ain't giving this to all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that one. いやー、今日はマジあったかいね。最高だね。めっちゃいい天気だし。よし、まああとはのんびり帰ります。暑いね。It's all just like a stone.
スイムもめちゃくちゃ調子良かったですけど、昨日まあ短い距離のスピードあって、それの疲れがまあちょっと残ってるかなって感じだったんで、まあスイムもちょっとやりすぎが怖いから、まあ1時間ぐらいでちょっと短めで今日は終わりました。うん、ちょっと今週日曜日、明後日ちょっと楽しみですね。今週になってなんか急に調子良くなってきたから、先週まではまあまあまあいつも通りだよねって感じだったんだけど、なんでちょっとタイムもちょっと狙えそうなんで、まあ、スイムは4分2ぐらい、5秒は切りたいかなって感じですね。でランはまあ9分切れたらなって感じですね。いや楽しみだな。まあその記録会の動画もこの動画の次に出そうと思ってるんで、まあ多分すぐお伝えできるかなって思います。で今からちょっと健太にケアしてもらいにジムに行きます。はい、昼から何も食べてないからね、さすがにお腹すいたわ。ちょっと暗くて見えないよね多分。ちょっと電気つけますね。電気つけますね。どこの電気つけたらいいかな。とりあえず全部つけちゃうか。まだ部屋が、部屋じゃねえわ、外がちょっと明るいですね。明るくなってきていい感じだ。ちょっと一回カメラをセットします。はい、見えてるかな。うん、見えてるはず。いやーお腹すいたね。ちょっとあ、ご飯はねこの子に任せてあります。いつも時間設定して入れてスイッチ押せばできてるんで、いつも毎日あったかいご飯が食べられてます。はい。で今回はちょっといつもと編集をちょっと変えてみようかなと思って、ちょっと素材をいっぱい撮りすぎてるので、ちょっとどういう動画になってるかわかんないけど、ちょっといつもと違った感じの動画にできたらなって思ってます。で今まではなんか動画撮ってからあの動画のタイトルつけてたんだけど、ちょっと今回は初めにタイトルを決めて動画を撮ってみてるのね。でタイトルが確かやっぱり好きなんだなっていうタイトルになってると思うんですけど、2週間前にあ、その友達の結婚式に出れるようになりましたって言ってて、で、まあ、結婚式行ってきて、で、やっぱそういう楽しい時の後って、なんだろう、ちょっとでも嫌なことって嫌じゃないですか。けどその楽しい時間からその現実に戻ってきた時に、まあ普通に走りに行ったんですよ。そしたら全然走るの楽しいなって思ってたんで、ふと。だからもう単純にトライアスロンやってるのがすごい好きなんだなと思って、まあ、普段練習やってるのも毎日全く嫌じゃないし、まあ、それは分かってたんだけど、まあその好きなことができて幸せだなって最近思ってます。薄いね、めちゃくちゃ薄いな。もうちょっとなんかいろんな意味を込めてタイトルが
やっぱり好きなんだなっていう風にしたんだけど、なんか今ちょっとパッと出てこなくて、なんかめっちゃ薄い感じになっちゃってるけど、まあトライアスロン、まあやってるのが好きで、そうだね、友達と会う時間も好きで、本当に毎日好きなことしかしてないなっていう感じかな。めちゃくちゃ薄いわ。はい、まあまあいいか。多分すごいいっぱい長く撮ってて、動画も長くなってるかもしれないんで、ちょっと今回はこれで終わりたいと思います。こんな動画がやってほしいみたいなリクエストがあったら、またコメントもらえるとその動画も撮るので、リクエストあったらよろしくお願いします。はい、明後日は記録会なので頑張っていきます。で、明日までにこの動画を出せるようにちょっと編集も頑張ります。今回も見てくれてありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いします。バイバイ。撮れてるかな。